今週、記録的な大雪に見舞われた小樽市。今日は一転して気温が上がり、道路脇に積もった雪が崩れ、道を半分以上塞いでしまうところも。道内は上空の寒気が抜けたことで、札幌で 2.8 度、道南の松前で 5.9 度、日高の浦河で 6.3 度などと、太平洋側を中心に3月中旬から下旬並みの気温となりました。季節外れの暖かさに浦河町では少し困った現象も。浦河町のスケートリンクです。気温が高いため氷が溶けています。札幌市でもツルツル路面が一転ぐちゃぐちゃに。これには歩くのも一苦労です。水たまりがところどころできてますのでね、靴なんか履いてるとちょっと水たまりが歩きづらいというか気になりますね。今度暖かくなるとそれがもうね、ひどい溶け方されると。でもこれ自然の現象だからね、合わせるしかないですよ、うん。札幌市西区の住宅街です。屋根の部分を見てみますと雪庇ができていて、あちらの住宅を見てみますといつ落ちてきてもおかしくないような状態になっています。路面状況が悪くなる以外にも、気温が上がると注意しないといけないのが落雪による事故です。道によりますと、去年11月から12月までに落雪や雪下ろしなど雪による事故などですでに46人の死傷者が出ています。今月9日にも小樽市の住宅の敷地内で63歳の女性が雪の中から見つかり、その後死亡が確認される事故もありました。女性のそばには除雪用のスコップがあったほか、住宅の屋根に雪が落ちた痕跡が残っていたということで、屋根からの落雪に巻き込まれた可能性があるということです。専門家は想像以上に危険な落雪の威力について力説します。想像してみてほしいんですけれども、まあ、30キロ、まあ、例えばお米の袋30キロ持ったら非常に重たいですよね。まあ、あれが上から落ちてくるようなあのイメージ、例えば頭に当たってしまうと、まあ、骨折、当然骨折をしたり、あるいは背骨だとか首だとかにダメージが大きくて、怪我だけでは済まない、亡くなってしまう可能性ももちろん、あります。道内はこの後また雪が降り始め、明日からは再び寒気が入り込み、道内全域で真冬日のところが多くなる見込みです。路面凍結や落雪などに引き続き注意が必要です。